はい、ということでですね、こちらの MacBook Air ファーストインプレッション動画上げたと思うんですけども、今回はですねこちらハードシェルケースを購入したので、こちらをつけて、実際にどうなのかっていうのをレビューしていきたいと思います。ということでね、このチャンネルでは iPhone、iPad、Mac などの最新の情報、そしてレビューやってますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ということで早速開封していきましょう。まあ多分ね、僕の動画見てる人だとこんな感じのね箱見たことあると思うんですけども、前回ね MacBook Pro 16インチを買った時のケースと同じメーカーになってます。これねかなり良かったので、今回はこちらを購入しました。で、色なんですけれども、こちらブラックとマットブラック、そして半透明と透明の4種類あるんですけども、今回は半透明を購入しました。半透明を購入した理由はゴールドを目立たせたかったからですね。で、なんで透明を選ばなかったかというと、透明ってね結構傷とか目立ちやすかったり、あとは指紋でベタベタになっちゃったりするので、今回は半透明にしました。結構ねケース買う方は僕的にはねマット系をおすすめします。ということで開けていきましょう。あ、ちなみにねここに 4Mac New Air 13って書いてあります。 A1932、 あ、ここにも書いてあります。こんな感じで新しいやつに対応してます。2020年改良版っていう感じになってたので購入しました。なのでこれ2020年も対応になってます。ちょっとだけね厚みが2019年モデルと違うので、その辺もね多分対応できてるんじゃないかなと思います。ケースを買う時は2020年に対応してるか注意して購入した方がいいと思います。まあただ16インチ買った時にね最初から傷ついてたんですけど、今回はどうでしょう。あ、今回はすごい綺麗な気がするな。だもしかしたら前16インチ買った時はなんかダメだったのかもしれないダメだったっていうか、製造過程で傷が入っちゃった不良品的な感じだったのかもしれない。あ、めっちゃ綺麗、普通に。まあこれが当たり前なんですけども、これが上面ですね。おー綺麗だね。あ、ただちょっと傷はあるかな。まあまあまあしゃあないって感じで。で、これは下のやつですね。こっちも、まあ、傷ちょこっとあるっちゃあるけど、まあ、許容範囲っていう感じですね。割れてたりするわけではないです。そしたら、まあ、布でちょっと拭いてあげて、で、こちらの MacBook Air にケースをはめてあげる。あ、爪がここにあるのか。よし。で、上側も乗せてあげます。なるほど、こんな感じか。なんかすごいマット系って感じ。ただちょっとね思ったよりマットだったかな。なんか本当に膜、ラップ貼ったみたいな感じがちょっとあるかも。あー、どうだろうな。あれ、わ、違うわ、これダメかも。このケープスダメだ。なんかですね、これ横から見れば分かりやすいか。多分ね、こう見ると分かりやすいと思うんですけど、これね、この角度まで本当は MacBook Air やっていくんですけど、このね、ケースをつけると、この辺りで一回ストップして、で、ここでガクンと、なんだろう、ここが擦れてる感じがある。このケースと、ここの液晶の下側が擦れてる感じがあるから、ちょっと微妙かも。そして、あとここ。ここがね、しっかりはまらない。右側ははまってるんですけど、左側がね、どんなに押してもはまんないかな。爪が、1、2、3、4点あるんですけども、ここだけね、ちょっとはまんないかな。だからサイズがやっぱり合ってない感がある。はまんないな、強く押しても。上側はね、普通にはまりました。あとは、これ確かね、前のケースも言ったんですけど、この真ん中から開けようとするとね、ここが少しペラって浮いちゃう。ここは難点かなとは思うんですけども。まあでも他のこの爪付近、こことここに爪が2個あるんですけど、ここ付近から開けるとまあ普通に開けますよと。ただやっぱここで引っかかるな。引っかかって強く押し込んで開くっていう感じ。これがちょっと微妙だな。ここのケースの厚みとここの画面の下の縁が当たってますね。これちょっと残念だな。当たってるなやっぱり。はい、ということでね、ケース買ってみたんですけど、 MacBook Pro 16インチの時はかなりいいケースだったんですけど、これ Air ね多分2019年モデルと変わってないんじゃないかな。ただ2020も対応って書いただけみたいな感じかなと思います。多分同じもの使ってるんじゃないかなと思います。 あとここになんか傷ついてるわ。あとカメラじゃちょっと映りにくいかもだけど、ここに傷ついてました。まあそんな感じでケースはちょっと買い直しかなっていう感じですね。それか裸で使っちゃうのもありかなと思ってます。ということでね、ケースレビューしてみましたが、まあこれはちょっと微妙かなっていう感じでした。皆さんもね、なんかいいケース、これおすすめだよとかいうケースありましたら、よかったらコメント欄で教えてください。ということで以上、バイ。